はい、こんばんは、島津です。ウエストランドね、前回の続きからやっていきます。ですね、今東エリアに来ててね、海岸システムね、停止させに来たんですけど、今、ログを見てたらですね、東ポンプは、田畑の端にあり、家畜の檻の先にある。って書いてあるんですよ。前回、僕、家畜のところ行ったんですけどね、牛がなんか感染してて、怖かったから逃げてきたんですけど、どうやらね、そこをね、通らないといけないみたいです。ここですね。おお、牛が、ウサギに殺戮されてます。なんてこった。うさぎか。うさぎにバレないように意図できないかな。うさぎ強えんだよ。ここっぽいな。よし、素手で開けてくれ。オブジェクト。パンチ。よし。鍵上がってる。ピッキング。いけるいける。失敗。嘘だろ。93%だぞ。よし、開いた。ありがとう。中にはトラップっぽいのはないね。あら、ここじゃないか。ここじゃないのか、海岸説。でもライフルの弾がある。ダメだ。どうやらウサギとバトらないといけないみたい。かわいそうに牛が全滅だよ。ゆっくり行こうか。ゆっくり。きっとね、奴らも気づかないはず。何これ。牛の糞。牛の耳。食べるところなの？それ。牛の皮。いやー、めっちゃいるじゃん。厳しい戦いとかもす。バイター エンカウントしちゃった。まだ生きてる、しげちゃん。頑張れ。こいつ。当たってくれ。よし、当たった。イエース。やばい、しげちゃんが死にそう。坂門。あ、お前、ちょっとアーマーつけてたから、まあ、より強くなってんだね。いや、ラビット居すぎでしょ、これ。こんな凶暴かな。よかった、攻撃できんかった。こいつは攻撃してきそう。やばい、しげちゃんを襲おうとしてるぞ、これ。そうだね、悩みどころだな、これ。しげちゃんを下げたいから、できる限り。こっちかな。ていうかもう死にそうだよ。 HP どんくらいあんの？ 1しかない。これマジでやべえぞ。よしよし。治療できんのかな今。5を使うか。獣使い3%。ダメだな、これは。倒すしかねえぞ。そうだ、こいつら獣だから、しげちゃんの獣使いでどうにかできたんだった。けどもう忘れてたよ。
20%、 20%、 いやもうこれしげちゃん回復させた方がいいだろう。 20% だったら、よし待っといて、治療する、成功。で一応ここでやめとくか。どうすかな、範囲攻撃に向い、あ、博士をこっちにやれば当たるんじゃねえか。待ってね、ほらお願い、ここでダブルキルあってファイヤー、あー惜しいところだ。ダメだ、補充しないと。よし、お前の出番だ。ここで2コンボ決めればすげえ楽だぞ。 50% ナイス、ありえないね、もうあの回避率が、ラビットは。お願い、外した、終わった。誰襲う、誰、迷ってる迷ってる、あううう、いてー、誰襲う、俺か。よし、ナイス回避、おーし、どうすかな。 20% だぞ。ハンドガンに変えよう。あ、こっちの方が命中率が上がる。そうね、当たって、ちょ、外れた。もう一発、もう一発外せた。やる気が感じられない。お前どういうその至近距離で外せるんだってね。えそうね、攻撃だねこれ。流れ弾が当たれば、あ、いいや、こっちに当たる、あー惜しい。そうだね、ターン終了で、惜しかった。あ、レーパー当たる気がしないな。ちょっと距離を取ろうか。それでも15、向こうは 40%、 当たって、ちょ、外れたよ。でももう一発、あーおふ、もう頼りになるのはこのおばさんぐらいだ、ローズぐらい。ちょっと待って、 4AP でしょ。あー、しげちゃんに当たる恐れがあるな。関係なし、お、当たった、よかった、しげちゃんを避けたわ。確実に倒せる方から潰していこう。ナイス、殴れねえか。 OK、 ここで終わり。よし、防御力があるからね。当たった、でよ、本当に当たんないね。本当にこれさ、あの確率されてんのかね、確率操作っていうぐらい当たんないからさ。よし、決めちゃえ、あ、一発当たった、いける、お前なら当てろ。アンブッシュは、いや、攻撃、あー、もう外れた。おー、ローズ襲ってきやがった。あー、コントロール不能、やばいやばい、撃って、やばい、あ、外れた。 50% か、殴れ、よっしゃー、
やった。てかさ、早くレベル上がってくれないけ、つらいな。武器系のは上げないと。ラビット多すぎると。あ、一人レベル上がる。オッケー。あ、しげちゃんが上がったね。オッケー。そうね、3上がってるから、やっぱもうサブマシンガン能力を上げたいね。2必要なのか。いいや、これで OK。 あ、コスト1の、あ、取得できんだ。メリット、遮蔽物を使用しているときに敵に与えるダメージが 10%、 爆発物から受けるダメージが 25-。 楽だ。ワールドマップで水の消費量がマイナス 10%、 複数のメンバーの効果が累積する。なるほどね。健康的、レベルアップ前に HP プラス1、柔軟運動、かがんだり立つときにかかる AP が、あ、かがんだり立ったりするときの AP、 あ、かがんだり立ったりするときってなんか効果があるんだね。あ、多分かがんだときの方が命中率が上がるって感じかな。あ、そんなこともあんのこれ。略奪時に追加の弾薬を見つけられる、パーティー全体。どうしよっかな。ここら辺はまだか。そうね、遮蔽物の時の回避率を上げようか。オッケー。よし、パークアンロック成功。なんかサイバーローグって。まあまだレベルアップしてないからいいか。補充補充補充、全員弾よかった。とりあえずラビット戦クリアです。これさ、一番最初のミッションのはずなんだけどさすごいことになってる。あ、荷物がいっぱいになっちゃった。島津さん、ちょっと荷物パスしとかないとね。坂門がね、結構モテるから、こいつに渡しとこう。いろいろ結構俺持ってるね、大量に。オッケーオッケー。弾補充。すっげえすっげえ、もう惨殺されてる。おーっと、トラップ踏んだ。荷物がいっぱいなの。そんな重いものある？ああ、牛のクソ牛のクソ相当重いな。全部あげる。ここら辺の金になりそうだな。いいかな。すっげえ家畜が死んでる。まだいいんじゃねえか、ウサギが。わあ、もう。よし。そこっぽいね。ポンプがあるところは。
これなんもないか。お、金庫がある。うわ、いてえ。さっきからトラップかかってんな。いや、金庫任した。つかトラップありすぎだろ。おーし、ハンドガンの弾、ショートバレル、結構いいパーツが手に入ってね。あー、死体が結構多いね、パーツ。どうした。カレーを殺したものが何であれ、飛び出た内臓を見る限り残酷な殺し方をしたのは間違いないだろう。デッド、ん、なんて読むんだ。まあいいや。おし、ちょっとハンドガンの弾私にください。ショットガンの弾はね、ローズに渡した方がいいかな。ローズがショットガン何気に使ってるからね。開いた。あるか。終わった。あったあった。やった。あ、待って、フライがいるよ。いつだ、フライが。助かった。あ、瀕死だ、パトリックが。助けてあげないと。先制攻撃だな、これ。当たってよ。よし、当たった。俺か。これはかがんで命中率を上げよう。命中率上がったね。なんだよ、かがむと命中率上がるんだったら最初から教えといてくれよ。早くあの人助けないと瀕死だね。当たって、よーし、当たった。ナイス。いやー、痛い。坂門さっきダメージ受けてるからね。じゃあここで、かつしゃがみのでアンブッシュ。あ、足りなかった。じゃあ下がろうか。ベアスさん、しゃがんで、しゃがむのに2使うの、この人は。そうか、そんな使うか。よーし、当たった。ナイスで、ここで終わりで、坂門は特攻。おらおらおら、パンチ。よーし、順調にやってる。コントロール不能。おばさん暴れすぎ。よーし、ナイス。でも倒したならバンジー OK。しゃがんでると AP3 使うのね。 OKOK。 通常ちょっと辛いな、パーセンテージがちょっと。立つのに2使う、マジかよ。じゃあハンドガンに切り替えるか。当たるか。36。いや、これはアンブッシュで。遠いな。しゃがんでターン終了。一発当てるの 50% か。しゃがも、しゃがむには2使うね。よし、 60%。 あれ、あ、
いけた。せーの。ボン。よーし、ナイス。ここは特攻だよね。特攻あるのみだよね。やった、命中率の上げ方今頃になって覚えたっていう。殴れ。外した。またおばさんが暴走してるぞ。あ、でも当たるだろこれ、さすがに。アンブッシュ外れたか。やばいやばいやばい。ライフルに変えよう。しゃがむ。あ、かわ、あ、 10% 上がった。お願い当たって。よーし、勝った。ふぅ。ドクター・ラーセンだね。あの、優秀な医者っていう。ラーセン、よかった。死んでなかったか。どうした？この男はひどい傷を負っている。長くは持たないことは医者でなくてもわかる。ああ、もうダメか。いや、ローズ、無事で嬉しいよ。ドクター・ラーセン、そちらもね。あなたがいなければ、ここはもっとひどいことになってるから。ローズ、私は死なないよ。くたばり、損ないってやつさ。君たちはレンジャーだな。間違いない。その、ね、バッジね。は、見たことがあるぞ。実は、海岸用の、閉め水バルブを閉める前にちょっと相談したいことがある。あれは段階を踏む必要があるんだ。傷が、うん、なんか力になれることはないかな。それには及ばない。私はもう助からない。ドクターだからわかる。バルブのことを教えたくてここに来たんだ。なるほど。この人たちは農業者と研究者たちだ。みんなバルブを閉めに来たんだ。私も応急処置を施すために駆けつけたんだが、もうそれどころじゃない。とんだ失敗をしてしまった。もう全部ダメなんだ。バルブの閉め方に手間がかかるのか。そんなに。それは下手にいじられてるからさ。誰かがノコギリでバルブを切り落とそうとしたんだな。おそらく。マジか。変異源を投入したのと同じ人物だ。その物質のせいで植物と昆虫があんな風になってしまった。バルブを閉めてもこの危機的状況は終わらないが、でもバルブを回すことすらできないかもしれない。その場合は爆破しないといけない。この危機の原因は破壊工作に違いない。誰かが海外用の水に何かを混入させたんだ。ひどい被害だ。でもレンジャーが来てくれてよかった。一石二鳥ってやつだな。なんでだ。スマートないな、俺にその能力が。変異源が水に投与されたならなぜ昆虫にも影響が出た。わからない。確かに影響が出るはずはない。すまないがちょっと今の話はできない。バルブを閉めてきてくれないか。こんなに早く来てくれてありがとう。まさに英雄だな。君たちがいなければ AG センターはもう終わりだ。なるほど。